ごご視聴ありがとうございます竹千恵ですで今回はですね、BiSH の解散発表からの1年を振り返っていきたいと思います。僕の動画では楽曲レビューやライブレポートなど音楽についてお話をしています。現在の目標としてチャンネル登録者数1000人を目指して頑張っていますので、登録ボタンで応援してもらえると嬉しいです。では本題なんですけど、BiSH が解散発表した2021年12月24日からまもなく1年が経とうとしています。 この動画は12月頭に撮影をしていて、今年中にまたいろんな情報が出ると思いますが、現時点でのお話をしていきたいと思います。まず、解散発表時に掲げた4つのプロミスというものがあり、12ヶ月連続リリースやライブツアー、フェスの出演もあり、b ッ s ュにとっては本当に目まぐるしい1年で、清掃員の方にとってはライブで会える機会が過去一で多く、嬉しかった方も多いと思いますが、同時にメンバーの体調も心配になるほどだったと思います。 個人的には12ヶ月連続リリースに関しては、次から次へとリリースされるので、正直追い切れないほどだったという印象があります。また、ライブに関しては、フェスも含めると年間100本を超えていて、3、4日に1本のペースなので、もしかしたら2022年において一番多くライブをしたアーティストなのではと思います。ライブの本数で言うと、ザ・イエロー・モンキーが以前にパンチドランカーツアーで年間113本のライブをやっていて、過酷すぎて、これが解散の原因になったとも言われています。 なのでビッシュも全てフンのライブではないにせよ、疲れまくってると思うんですが、いつも元気な姿を見せてくれます。ちなみに僕が2022年にビッシュを見たのは、2月の福岡ミュージックフェスというフーフェスと、コーナイズドツアーの4月に佐賀、6月に大分で、9月に見れるはずだったワイルドバンチフェスは台風により中止となり、残すは年末のカウントダウンジャパンとなります。 2022年にたくさんビッシュの会えた方もいると思いますが、コロナイズツアーやライブハウスツアーの箱が小さかったためにチケットが取れなかった方、またアリーナ公演は関東近郊や大阪のみだったので、遠征できない地方在住の方はいると思うので、見たいのにまだ一回も見えていないという方も少なくないのではと思います。そしてフェスに関しても、持ち時間は30分前後の、曲数も MC も少ない時間で満足できるほどではないと思います。 なので見たいと思っている方が全員ワンマンで見れるように解散前にアリーナツアーがあると嬉しいなと思います。で、4つのプロミスの最後に発表されたビッシュフェスですが、僕はてっきり来年にあるのかと勝手に思っていると、このプロミスは2022年中に行うものとなっていたので、このことを知っていた方はいつになるのか待っていたことだと思います。そして内容は発表の通り、2015年のビッシュフェスと同じ形となっていました。 ビッシュフェスは12月22日に行われる、世界で一番綺麗なビッシュより前に行われるし、発表が1ヶ月を切っている段階だったり、そもそも関東近郊ばかりだったり、平日開催だったりといろんなご意見が今回あったみたいで、地方の方にとってはなかなかいけないので、そう言われても仕方がない部分はあるのかなと思います。とはいえ、もともと関東近郊のライブが多いというのは、ビッシュに限らず言えることでもあると思います。 そしてこの4つのプロミスが終わる解散発表と同じ12月24日に同じ場所でのライブとなっているので、ここで今後について何らかの発表があるだろうということが予想できます。で、多くの方が気になっているのは解散日で、2023年のいつになるかはまだ明確になっていないので、一番知りたいところだと思います。 これはあくまでも僕の予想ですが、2022年5月にモンスタービスというイベントをやっていて、このサブタイトルに最後にもう一度絶対出たいぞモンバスとなっているところを見ると、2023年のモンバスにはビッシュは出れないということになると思うので、モンバス開催の8月中旬には解散してしまっていると考えるのが妥当だと思います。もしくは2023年のモンバスと日程が被っているということも考えられますが、可能性は低いような気がしています。 そして解散ライブはおそらく東京ドームになるのかなと思っているんですが武道館も目標の一つではあると思うのでそれまでにはやるのかなと思っていますで東京ドームのライブで解散だと仮定してその日はおそらく土曜か日曜になると思うので東京ドームの日程を調べてみると1月は埋まっていて2月末以降は空きがあったりするので大まかですが2月末から8月中旬のうちに解散になるのかなと思っています 当解散について色々とお話してきましたが、解散発表の時に出した動画と変わらずに、個人的には解散するのはもったいないし、枠グループで脱退や解散がある中で、今のメンバーは奇跡的なバランスだと思うし、人気絶頂での解散というのは美学としては理解できますが、伝説は意図的に作るものではなく、結果的になるものなんじゃないかなと思ってしまいます。この解散は清掃員メンバーを含め、本当は誰も望んでいなくて、渡辺さんの意志のもと、美学のための解散なんだと思っています。 で、ビッシュフェスの発表のタイミングで、ビッシュの解散がいよいよだと実感してしまって、もし解散ライブに参加できたとして、その時の心境を想像してしまうと、喪失感に苛まれてしまって、見れなかった日があったので、実際に解散ライブに参加したとしたら、どんな心境になってしまうかというのが怖く思います。でも絶対に見届けたいし、その日は確実に迫っているので、心の準備もしなければと思います。 そして会社のライブのチケットは今までと同様にファンクラブ選考が最速だと思うのでファンクラブに入っていないけど絶対に見届けるんだという方は当選確率を少しでも上げるためにファンクラブの入会をお勧めしますといろいろとお話してきましたが12月24日に発表があるのが濃厚でそうでなくてもその近辺で今後について発表はあると思うので今後の動向には要注目ですまた何かビ i についてお話しできることがあれば動画にしますのでチャンネル登録をしてお待ちいただければと思います 今回はビッシュの解散発表からの1年の振り返りでした。皆さんの高評価やチャンネル登録、コメントが次の動画を作る大きなモチベーションとなっています。この動画を楽しんでいただけましたら反応いただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございます。また別の動画でお会いしましょう。